ついに、政府が、人に、意識地対艦誘導弾を元にした、新たな潜水艦からの発射システムを開発するとの方針を決めた。最新鋭潜水艦は、今後の動向が気になります。今回は、現在の海上自衛隊潜水艦を詳しく見ていきます。ついに、次期潜水艦には、垂直発射装置がつくのか。魚雷発射艦からは、すでに完成しているが、それも、12式改めて対応するのか、頼もしい誘導弾が完成しそうだ。2021年の海上自衛隊の潜水艦隊の整備状況は、前級である、そう、竜型最終の12番艦、東竜が3月に就役、横須賀基地の第2潜水隊群第6潜水隊に配備され、新型の太芸型2番、ワクゲイが、10月に神戸で進水した。これにより、今年の海上自衛隊が実戦配備している潜水艦は、前々級の親潮型が9隻、2隻はすでに練習艦に艦籍変更済み、そう、夕方が12隻の合計21隻となり、平成22年の防衛大綱で示した22隻体制に来年到達する見込みだ。これを達成するには、来年2023年3月に収益が見込まれる太芸型の1番艦にして、ネームシップの太芸の収益が必要だが、同艦は、現在、建造元の三菱重工業者の神戸造船所で、最終の偽装が行われている状態にある。太芸型は、基準排水量3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、喫水 10.4 メートルの艦体に、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を、組み合わせによるディーゼルエレクトリック方式での推進機関を備えている。この組み合わせは、そう、竜型の11番艦、横竜以降に開始された仕組みであり、太芸型は、機関部の構成や全体のデザインも、これらを踏襲したものとなっており、キープコンセプトによる通常進化版と言ってよいだろう。それまでの、総竜型等と異なり、太芸からは、満載排水量、最大出力、最大速度等のカタログスペックは公表されていないが、横竜と、ほぼ同等以上の数値であることは、間違いないと、推察されている。ちなみに、横竜は、基準排水量2950トン、満載排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、喫水 8.5 メートルの艦隊。で、最大出力は、5600馬力、水上13ノット、水中18ノットの最大速力だと、公表されている。興味深いのは、そう、竜型の、横竜以前の1番艦から10番艦までは、基準排水量が、50トンほど少ないが、最大出力は、8000馬力、水中20ノットの最大速力とされており、カタログ数値上では上回っている点だろう。これは、そう、竜型の10番艦までの機関部の構成は、ディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機に加え、スターリング機関まで搭載した AIP、非待機依存推進方式だったことが要因であり、その変更によって生じたものと考えられている。そうしたカタログ数値上の最大出力や、水中速度の若干の低下は、あくまで瞬発的なケースでのことであり、リチウムイオンバッテリーの特性によって、連続航行時間や、その時の速力の維持については改善されており、運用効率は、逆に向上していると言われている。いずれにせよ、通常動力型潜水艦としては、世界最大級の規模を誇り、先行進路や静粛性においても高いレベルにあるとみなされるのが、海上自衛隊の潜水艦隊だが、今年になってある出来事をきっかけに、原子力潜水艦の検討論が、
盛んとなった。それが2021年9月15日に電撃的に発表されたオーストラリアとアメリカとイギリスの3カ国による新たな軍事同盟オーカスであり、これに基づいてオーストラリアが両国の支援を受け原子力潜水艦の取得を打ち出したためだ。従来のオーストラリアは日本の商業捕鯨に強硬に反対するなど、いわゆる自然保護に熱心な国であり、原子力の利用は政治的にも国民のコンセンサス上からも困難と見られてきたが、ここに来て方針の急転換を見せたと言える。オーストラリアはそれまではフランスのシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めたものをアタック級潜水艦として12隻調達する計画で動いていたが、これをすべてキャンセルして8隻の原子力潜水艦に変更する模様である。アタック級潜水艦計画はスケジュールの遅延と費用高騰がたびたび問題視されていたが、費用面という点では今回のアメリカもしくはイギリスの技術支援で建造する原子力潜水艦のコストの総額はそれを超えるとも言われている。そのため費用面というよりも近年急速に南シナ海の支配を推し進めてきている中国に対し、同海域へ迅速に展開可能な長距離を高速で移動できる原子力潜水艦の配備を行うことで自国の安全保障を高める目的があるのだろう。オーストラリアはその地理的な環境によってこれまで第二次世界大戦時に日本から攻撃を受けた以外には自国への直接的な脅威を感じることは少なかったと言われるが、2020年以降の新型コロナウイルス等の問題で中国のへの警戒感が強まった。これを解決するツールとしてオーストラリア本国から南シナ海までは距離があるため半永久的に燃料補給の必要はなく、水中を30ノットという高速で航行可能な原子力潜水艦を調達することに求めたものが今回の動きだと見える。加えてアメリカやイギリスの攻撃型原子力潜水艦は強力な対地攻撃能力を誇る長射程のトマホーク巡航ミサイルを運用可能であり、その点でもオーストラリアが近年失っていたその分野の攻撃能力を再び獲得することが予想される。こうしたオーストラリアの原子力潜水艦調達という方針の転換は日本にも影響を与えており、これまで議論すること自体もタブー視され鼻かられていた感もあった。この問題について一部の政治家までが日本も見習うべきだと言い始めている。原子力潜水艦の保有について議論することは日本でも重要だとは思うが、軍事兵器である以上それを導入して運用する際の費用対効果や実現性についてまず検討するべきであり、オーストラリアの件を短絡的に模倣しても意味がないだろう。確かに原子力潜水艦は通常動力型潜水艦に比べて連続航行性能や水中速力の点で優位にあることは間違いないが、海上自衛隊の潜水艦隊の運用の基本は現状重要海域での待ち伏せを前提としており、遠洋への進出はそこまで求められてはいない。今後も海上自衛隊の作戦の方針が日本の防衛にのっとった専守防衛にある限り、建造費用自体も高額でメンテナンス等の維持費にも膨大なコストを必要とする原子力潜水艦が合致した兵器となるか否かについては疑問符がつきそうだ。そういえば2019年に千葉の幕張メッセで行われたMAST アジア2019ショーでは、
三菱重工業社が、ブースに、次世代潜水艦のイメージ図を公表しており、そこに描かれた潜水艦がウォータージェット推進方式だったことが、注目を集めた。ウォータージェット推進は、エネルギーの伝達効率が、従来のスクリュー式に劣るとされ、30ノット以上の速力の場合に、初めて有効となるため、それを実現可能なのは、潜水艦の場合、原子力推進型であることが前提となると見られている。そのため、この時に三菱重工業社が提示した次世代潜水艦は、原子力推進型なのではないかと論じる向きもあったわけだが、これは、個人的には、あくまでイメージ図に過ぎず、原子力云々を念頭に置いたものではないと思えた。日本においては、原子力推進型よりも、次世代の潜水艦に搭載される可能性が高いのではないかと思えるのは、従来より研究が続けられてきた燃料電池であり、これが、全固体電池として、実用性が伴えば、最も有力ではなかろうか。これが、ウォータージェット推進の特性に見合う高出力を発揮できるのかは、現時点では何とも言い難いのだが、少なくとも、日本が、原子力推進型の潜水艦を建造するというよりは、まだ現実的な選択になり得るように思えてならない。